Okay. Friday night. Friday night, yeah. Okay.はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。クールドックスのジョエルです。これはアデレードですね、オーストラリア、まだアデレードにいます。何も話すことないんですけれども、なんかほらこれ、まあいつも言ってるんですけど、マイクが音がこもったようになってますよね。おそらくね、なんかお風呂の中で話してるような感じで、ワーンワーンってなんかね、多分そういう風になってると思うんですけど、ちょっとマイクをね買わなきゃいけないなと思ってますね。これあのパソコンにこうなんてついてるマイクで話してるから、そういう風になってしまいます。でもほら、もうちょっといい加減に動画を作らないと、僕の動画を待ってる人たちがいるから、28億人ぐらいでで実際はだいたい 5,6 人ぐらいしか待ってないんですけど、まあ 5,6 人も待ってるかどうかわかんないですね。まあちょっととにかくね、ちょっと作らないといい加減に、時々は作らないとと思って、まあ、アップしました。これはあのアデレードですね、昨日の夜行きましたよ、ダウンタウン。ここだからもうアデレードの中心部、一番あの街の中心部ですね。そしてこれは何ですかね、その歩行者天国になっていて、まあシティセンターですね。アメリカ的に言うと、アメリカ英語的に言うとダウンタウンですね。ここがダウンタウンです。何にも話すことないですね。なんか話すことあったかな。これあのほら綺麗ですよね、なんかね、街がね、あの道路もほら綺麗だし、でもね、まあ結構そのなんていうかな、よく見るとまあゴミも落ちてるし、あとなんかほら飲み物とかがビャーってこうね、なんか液体が撒き散らしてあったりとかやっぱしますよ。それはもうどこの国に行っても同じです。ただまあ比較的綺麗だなという感じがしましたね。なんていうか、もっと汚いですよ。ヨーロッパとか行くとすっごい汚いですよね。まあもちろん南米とかね、あと東南アジアとかはもうちょっと汚さが全然違うんですけど、まあだから、そういうところと比べたら、あ、これ中国の人たちですね。これね、今回は、香港に住んでいる、いや、香港からこのアデレードに18歳とか19歳ぐらいでこう引っ越してきたんですね、この人たちは。で、このオーストラリアでその看護師をしています、2人とも。で、その人たちに柴犬を送ったんですね、今年ね。だから、まあ、その人たちのドッグショーのために今来ました、アデレードに。初めてね、その白人社会の中で中国の人たちと一緒にいますね、今回。普段はもうほぼ、まあ、白人としか一緒にいないんですけども、今回初めて白人社会の中で中国の人と一緒にいますね。日本人は中国の人たちあんま好きじゃないじゃないですか。というよりむしろ大嫌いですよね、の人が多いですよね。まあ正しい人とか、いい人とか、まあ、なんていうか、まあ、常識的な人とか、まあ、清らかな人は、あからさまに中国人なんて嫌いとかはもちろん言いません。言いませんけど、ちょっと苦手だな、みたいなね。いうふうなものが、日本人にはみんなあると思いますよ。もう全くない方もいらっしゃるかもしれませんが、多くの日本人が、なんかちょっと中国の人たち、ちょっと嫌だな、みたいなね。そういう気持ちあるじゃないですか。まあ、僕にもあるわけですよ。で、なんかちょっと中国の人たちちょっと困るなみたいなことが結構あるわけですね。あ、なんか動画はずっとショッピングモールの中に入ってきてます。これ僕が自分で動画撮りながら歩いてますからね。あ、また外に出てきましたね。まあ金曜日の夜だからすごいなんか人も多くて、なんか華やかでキラキラしてよかったですよ。でね、その中国の人あんま好きじゃないじゃないですか、日本人って。それは何でかというと、なんかガサツだし、なんか攻撃的だし、なんていうか行儀が悪いというか、なんか散らかしたりとかね。で、物をなんか、例えばお店の中に入って手に取って触ったりとかね。で、そのまま買わずにそのまま置いていったりとかね。なんかトイレを汚く使ったりとか、あるいは大きな声で喋ったりとかね。街の中でもう大きな声で話したりとかね。なんか、
なんか行儀が悪いみたいな感じがして、すごい中国の人はあんま好きじゃないんですよね、日本人はね。だけどまあね、その正しい人間とか正しくありたいと思っている人たちはやっぱりね、あのそういうふうにはやっぱ考えたくないわけですよ。だからあの中国の人を差別したくないなってやっぱ思ってるわけですよ。僕も思ってます。だけどやっぱり嫌な行動とかされるとやっぱり嫌な気持ちになるのは当然ですね。だからそこを改善してもらいたいなって思ってますよね。それでね、その中国の人たちと今回ね、レストランに行ってね、食事に行ったわけですよ。白人社会の中でレストランに入って中国の人たちとご飯食べたわけですよ。その時にね、もうね、真っ先に出てくるのがね、racist。 There are many racists in there っていうわけですよ。そこには差別主義者がいるからどうのこうのっていう話になるわけですよ。例えばほら、いろんな国の話とか、あそこの話、ここの話って言った時に、そこにはたくさんの差別主義者がいるからみたいな話になるわけですよ。なんでそうなるのか、結局ね、日本人だけじゃないわけですよ。他の国の人たちも中国の人嫌だなって思っている人たちがたくさんいるわけですよ。白人もそうです。白人もだから中国人とインド人が嫌いなんですよね、白人は。それはなんでかっていうと、なんか攻撃的だったり、ガサツだったり、なんか行儀が悪かったり、なんか散らかしたり、汚くしたりなんかするからですよ。この二人、この二人ですね。この二人と一緒に来てます。まあ、後で、あと三人合流するんですけど、全員中国人ですよ。まあ、中国人って、まあ、香港から来てるから、まあ、純粋な中国人とちょっと違うし、言葉もちょっと、あの、中国の言葉、北京の言葉とは全然違うんですけれども、まあ、全然じゃないな、似てるけどちょっと違うらしいんですが、あの、まあ、それは僕たちには分からないですよね。同じ中国人に見えますよね。で、そのね、結局ね、あの、この人たちもね、この中国人の人たちもね、海外にいて、もちろんアデレードにもたくさん中国人います。世界中に中国人は無数にいます。今この左側のこの男女もこれ中国人ですよ。知らない人だけど。あのね、みんなね、中国の人たちってね、すごいね、差別をね、受けてるって自分たちで自覚があるわけですよ。ここは、ここにね、ちょっとね、驚きましたね、今回ね、僕はアデレードに来て。あ、なんだ、やっぱこの人たち気づいてるんだと思いました。結局、あのね、なんか差別を至るところで受けるっていうわけですよ。で、その受けるのを、差別を受けるのを、肌で感じてるっていうわけですよ。僕もね、稀に差別を受けることあるんですけど、でもね、あんまりもう ほとんどないですよ。ほとんどない。僕の場合はほとんどないです。もうごく稀にね、時々あからさまな差別を受けるときありますけど、それはほとんどイギリス人の高齢の女性です。背の高いイギリス人の高齢の女性。すげえ威張り腐ってて、なんかね、アジア人を奴隷だと思ってますよ。で、あからさまな差別を受けるときあります。だけど僕はそういうときは、なんだお前って言って言いますからね。なんだお前、なんか勘違いしてんじゃないのかって言いますから。それ英語でもちろん言いますよ。したら、ものすごい睨みつけて、すっごい怒ってるわけですよ。お前差別主義者だなって僕は言いますよ。はっきり、もう明確にその目の前で言います。その女性に。そしたらもう、なんか顔をあからめて逃げていきますけどね。重要なことはね、正しいことが重要ですよ。どこの国に行ってもそうです。あのね、清らかで正しい人間であるということがね、一番強いんですよ。それが強い人間なんですよ。なんか暴力で、なんかマフィアみたいな人間とかね、暴力で、あるいはなんか戦って殴り合ってね、それが強いことが強いこと、それが強いことだって思ってると、中国、今のだから嫌がられてる中国人みたいになりますよ。そうじゃない。正しい人間が一番強いということをね、あのね、自覚するべきですね。皆さんそれ理解するべきだと思いますね。僕は自信を持って正しく生きているという自信がありますから、どこの地球上のどこに行っても自信を持って堂々としていられるわけですよ。相手が誰であろうと関係ないです。そんなものは自分は正しいと思ってるから。だから別に白人だろうと何人だろうと、相手がアメリカ大統領であろうと別に普通に話せますよ。お友達みたいな、お友達とか、お友達じゃないな、対等に話せます。全然普通に。それは自分が正しく生きているからですよ。正しい人間が一番強いということを、あの、多くの人は理解するべきだと思いますね。そして中国の人たちも、ですから、まあ、なんていうかな、その周囲の人のことを考えて、思いやりを持って、みんなに優しくして、いい人間であれば、白人の人たちも全然受け入れてくれると思いますよ。
白人だけじゃないです。日本人だってそうですよ。中国の人たちがものすごく親切で、ものすごく優しくて、思いやりがあって、いつもなんか周りに気を使ったりとか、あるいはなんかみんなのことを考える行動をしたりとかすれば、日本の人たちだって絶対受け入れるようになると思いますよ。なんか並んでんのに横から入ってきたりとか、横から入ってくるだけじゃなくて、腕でこうね、両腕でこう、ガシガシね、周囲の人を殴りながら入ってくる人とかいますからね、肘をこう突き出すようにしてですよ。一回上海で、だからね、もうものすごい人のね、がいて、淮南っていう場所があるわけですよ。なんかすごい景色の綺麗なとこ、夜の街なんですけども、そのなんか対岸の綺麗なビルが見える場所があるんですけど、そこでね、もうたくさんの人がいるところで、こうガシ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 、僕も殴られたんですけど、肘でこうほら、わかりますか？両腕をこうなんかほら、何？そのほら、陸上の選手がこう走ってる時に、両腕でこう、隣から抜かれないようにガンガンこう、肘をこう突き出して横にこうね、振り回してこう後ろの人をぶつけるような感じ、あれですよ、あれでこうガシガシこうかき分けて人垣を、人波を、入ってきた人たち、人がおっちゃんがいたんですよ、中国で上海で。その時ね、うわーと思いましたね。こんなことする人がいるんだと思ってびっくりしました。あと道路で唾を吐いたりとかね、あと大きな声で話しながらね、くちゃ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 音立てながら食べたりとかね、なんかね、なんかなんていうか、原始人なのあなたみたいなね。しかもわがままで周囲のこと何も考えてない、自分のことしか考えてない、なんか猿に近い原始人みたいなね感じがするから、これチョコレートのお店ですね、入りました。なんだっけ、みんな嫌がるじゃないですか。それは嫌ですよね、そういう人ね。だからそういうところの全部完全に直して、なんかみんなに親切にしたりとか、あ、ここね、この通りすごいなんか良かったのでこう通ったんですけど、なんかもうお店とか閉まってましたね。早いですね、閉まるのが。コロナウイルスの時からなんだと思いますが、すごい早く閉まりますね、お店がね。もうここはね、もう8時ぐらいになってたと思いますよ。それでなんだっけ、これ動画を撮りながらじゃんじゃん進んでいくから、ものすごい急いで喋らなきゃいけないから、これ大変なんですよ、本当に。ずっとこれ台本なしで、ただ僕フリーでいきなり喋ってますからね。だからすごい難しいんですよ。だからすごい同じことばっかり言うときあるから、同じことばっかり言うんじゃねえとか言ってね、言われるんですけど、だからね、そのすごいね、その中国の人たちが親切になったら全然変わると思いますよ。そして日本人はね、かなり好かれてますよ、世界中で。本当に日本人ってものすごく好かれてますよ。で、日本人と中国人ってすごい似てるじゃないですか。だけど知ってますよ、みんな、日本人と中国人はすごい違うっていうこと、もう大きく違いがあるっていうことをね、オーストラリアの人たちもすごい知ってます。日本人と中国人と全然違うって言って、ただオーストラリアには中国人だらけで日本人がすごい少ないって言って言ってますが、知ってます、世界中で知ってます。日本人はすごいいい人たちだって知ってますよ。ただ中国人はすごい嫌だった、中国人とインド人はね、すごい嫌われてますね。また同じこと言ってますが、その嫌がられている中国の人たちと今回僕はずっと今一緒にいます。今日も一緒にいます。今この何ですか、アパートはその中国の人のアパートですよ。まあ中国とは違うって、まあ、本人たちは言ってるんですけど、まあ、香港から来たわけだからちょっと中国とはちょっと違うって言ってますが、もう全然見た目はもう完全に中国人だし、まあ、日本人と言われても分かんないぐらい、日本人も中国人もあんま分かんないですね。韓国人もまあちょっと微妙に違いますよね。でも最近はね、結構ね、なんかね、韓国も中国の人も、韓国人も中国人の人もなんか日本人に似てきましたよ。みんな日本人になってきたみたいな感じ。韓国人の人ちょっと違いますけどね、ねえってなんでまた2が言った、ちょっと違いますよね、わかります。それはわかります、ちょっと雰囲気違うんですけど、でもあのね、日本人に似てる韓国人、日本人に似てる中国人ってすっごい増えてきましたよ。だからもうわかんないです、何人なのか。だからもう白人から見たらもう全くわかんないですよ。だけど僕はそんなね、その差別をあからさまに受けるっていうことはもうほぼないですね、アメリカでもヨーロッパでもほとんどないですね。まあもう全然ないですね。なんかだからといって、そのほら、なんか喧嘩しようとかいう感覚がもう全くないから、僕には。若い時はちょっとね、なんかね、なんだてめえみたいな感じに、そのほら
なんか嫌な目に遭うとすぐほら仕返しをしたりとかね、あれちょっと良くないですね。してました僕も、そういう気持ちになってました、すごくね、若い時はね。だけどもう全然ないですね、一切ない。なんていうか、それをなくそうって自分でしました。ある時自分でやりました。ちょっとこれ仕返しするような気持ちが起きるのをやめようと思いましたね。あのね、やられたらやり返せってすぐね、小さい時からね、親が教えるわけですよ。もう幼稚園の時から、やられたら必ずやり返して帰ってきなさいみたいなね。あれ一番ダメですね。やられてもやり返さないっていうのがすごくいいですね。やられてもやり返さないと必ず、あのね、幸せの方にどんどん進んでいきますよ。もうステップアップしていきます。もうそれ僕は信じてますね。そしてまた自分の経験からそうどんどんなっていってると思ってます。だからいちいちというか何にも仕返しをしないんですよ。嫌な目にあった時に仕返ししないとどんどん幸せになっていきますよ。ただ普通の人たちは、まあやられたらやり返せって小さい時から言われるもんだから、やられたらすぐやり返すわけですよ。あるいはやり返せなくてもやり返したいという気持ちが起きるわけですよ。もうそれが起きるとね、もう大変ですよ。まあ多くの人たちがそう思いながら死んでいきます。もう一生そういう気持ちのまま死んでいきますね。だから若い時は僕もそうでしたけど、だからそういうのがあったから、海外でも行ってなんか嫌な目に遭うと、なんだてめえみたいな感じで言ってましたけど、今全然そういうのないですね。でね、むしろね、そういう気持ちがなくなってからの方がね、そういう目に遭わなくなりましたね。全然遭わないですよ。で、白人の方々も僕を全然もうお友達だと思って見てくれますし、全然そういうなんか差別的な感じのことは全くそういう目に遭わなくなりましたね。もう10年ぐらい前からほとんど会わないですね、そういうことは。まあ何回かたまに会いますよ。高齢のなんか白人女性とかでたまにそういう人いますね。イギリス人。もうね、白人女性というかイギリス人なんですよ。イギリス人女性はね、ちょっとね、自分の方が上だって思ってる人間がいますね。あとアメリカ人。まあアメリカ人もイギリス人ですけど、その、だからイギリス系の白人ですよ。ちょっとね、なんか、エゴイズムの悪魔にやられてますね。自分は特別だと思ってます。自分たちをね。イギリス人を特別だと思ってますね。イギリスという国を。で、イギリス系の白人がその世界でナンバーワンだと思っていて、自分たちの方が上だと思っているから、なんか偉そうにしたり、なんか普通の行動をこっちがやってんのに、お前普通の行動すんじゃねえみたいな態度するんですよ。私が目の前にいるんだから、へりくだった態度とへりくだった行動しなさいみたいな感じになるんですよ。そうなるとうるせえお前って言って、まあ言いたくなるんですけど、まあまあまあ、そういうことももうほとんど合わなく、そういう目に合わなくなりましたね。イギリスに行ってもそういう目に合わなくなりましたが、たまにそういうことが起きますね。どうですか、アデレードの街は綺麗ですよね。でも日本の街の方が綺麗だなまあだからちょっと雰囲気が違うから、まあどうかなっていう感じですね、まあ海外、まあこれはオーストラリアの街ですね。もう今どこの街に行っても同じなんですけど、ね、僕から見るとなんか銀座の方がいいなっていうふうに見えますけどね。銀座の夜の方が綺麗でいいなみたいな感じに思いますが、まあここはアデレードの中心部、シティセンターの夜ですね。金曜日の夜。僕はニューヨークが好きですね、一番。ニューヨークが一番好きです。あの都市の中では。あと、まあ、オーストリアもいいですね。オーストリアは地方都市の方が綺麗ですね。あと、まあ、ロンドンもすごいいいです。ロンドンすっごいかっこいいですよ。だけど、僕はニューヨークの方が好きですね。あと、パリもいいですよ。ニューヨーク、ロンドン、パリ、あと、ミラノもいいですね。イタリア、ミラノはすごいおしゃれですね。うん、いいですね。あと、スウェーデンがいいな。ストックホルムがいい。あと、スウェーデンのね、あの田舎町とか、ストックホルムからちょっと離れたあの都市もすごいね、綺麗ですよ。ちょっとね、町の建物がすごい綺麗ですね、北欧は。だからスウェーデンすごいいいですね。いかがですか8月、今日は6月ですけど、6月9ですけど、あの8月にワールドドッグショー、スイス行きますよ。もう行くことに決めました。本当はね、あんまり行きたくなかったんですよ。もうお金がなくて。だから、飛行機の運賃が高いから、今もうずっとそのウクライナの戦争で、だから、10万ぐらい高いんですよ、必ず全部。もうどこに行くにしても。だからそうなってくると、でね、まあ、ホテルとか、ああそうだ、そのジュネーブ、あのスイスのジュネーブであるわけですよ。ジュネーブはね、物価がものすごく高いんですよ。だからホテル、まあ2万円以上出さないと普
通のホテルに泊まれないんですよ。だから例えばね、ヨーロッパの東ヨーロッパだと1万円で泊まれるホテルが2万円出さないと泊まれないわけですよ。だから2倍なわけですよ、金額が。だから高いから、で何もかも高いんですよ、ジュネーブは。だからね、もう行くのやめようかなと思ってたんですけど、なんとか犬を出すんですよね。僕の犬じゃないですよ、だからクライアントの、僕のクライアントの方の犬をもうなんとか出す、仕事を出すから、ワールドドッグショーに。だからちょっと行か、さすがに行かないといけないなと思って。そのなんか待ってる人いますからね、やっぱりほら、自分の犬を海外のドッグショーに出すって言った時に、海外のドッグショーっていうかワールドドッグショーだから、ねえ、やっぱり動画とか見たいじゃないですか、自分の犬がリングで走ってるの。だからさすがにもうちょっとね、本当はね、もうお金がないから行きたくなかったんですけど、行きたくないというか行けないわけですよ、お金がないんだから。でももうちょっと無理してでもちょっと行かなきゃと思って行くことにしました、8月。もちろんだからエコノミーで行きますよ。これ最初ね、ここのステーキハウスに来たんですけども、なんかいっぱいで席が、だからちょっと入れなかったんですよね。でもなんていうか、明るすぎるなと思いましたね席が明るすぎ、なんかこんな明るい店でディナー食べたくない、僕は。もうちょっと暗い感じの店がいいわ、ディナーは。なんか恥ずかしくないですか、高校と明かりがなんか光っている、照っているレストランで食事するって、なんか恥ずかしいわ。夜はね、昼間はいいですけど、夜はちょっとなんかもうちょっと暗い感じのところがいいわ。それで満席だったので、あ、よかったと思って出てきたんですけど、この人たちですよ、この人全員一緒に行きました。まあ、基本的にウェストミンスターとワールドドッグショーとクラフトと、あとヨーロピアンドッグショーは、その4つはね、絶対行こうと思ってるんですよ。毎年必ず行こうと思ってるんですが、もうさすがにちょっとね、もう、あまりにも海外に行くから、もう行きすぎてね、もうちょっと疲れていて、もうね、日本に帰ってきて、1日しか日本にいなくて、すぐ、だからアメリカから帰ってきて、1日日本に行ってヨーロッパ行くとか、そういうことがいっぱいもう何回も起きるから、ちょっとね、1ヶ月にね、だいたいね、2カ国じゃないとね、もう辛いんですよね。3カ国にすると、もうね、行って帰って、ものすごい大変なんですよね。この人たちと、レストランに行きました。全員中国の方ですね。まあ、香港の人たちなんですけど。で、結局ね、お店に入るとね、やっぱりね、白人の店員がね、嫌な顔するんですよ。で、注文取りに来ても、なんかちょっとなんか、あからさまに嫌な顔する時があるんですよ。まあ、全員じゃないですよ。全員じゃないけど、そういう時があるわけですよ。だから、ああ、やっぱり嫌がられてるんだ、中国の人と思って。僕はね、そんな目に遭ったことないですよ。どこの国に行っても。普通ですね、すごい。なんかもうフレンドリーで、いい感じ。あ、この店に入ってきました。ここ、グリルの店ですね。だけど中国の人たちはやっぱりそういう目に合ってるんだなと思ってね。だからそういう目に合うんだったら、やっぱりちょっと自分たちを変えようって思った方がいいんじゃないかなと思いますね。っていうかね、だいぶね、そういうのはね、浸透してきてると思いますよ。最近ね、中国の人たちもね、だいぶ変わってきましたよ。もう以前、もうその何年前、10年前に比べたらかなりね、その行儀良くなってきましたよ、本当に。このままね、もっとね、どんどん中国の人たちもいい人たちに変わっていくと、全然、世界の人たちから嫌がられないようになってくると思いますけどね。とにかく、まあ、世界中そうなんですけども、日本人もそうですよ。なんかね、戦いで、その殴り合いの戦いとかね、その喧嘩で強い方が上だというね、とにかく強い方が上だという考えをね、人間たちはね、なくさないと、次の人間たちのステップに行かないと僕は思ってますね。これがね、とても人間たちをね、ダメにしている、なんか基本的な考え方だと思いますね。その考えがあると、結局ね、弱い人間をね、なんかバカにするというかね、軽く見るんですよ。そうそう。なんかね、まあ、こいつは弱いから、こういう態度でいいよ、みたいな態度を取ってしまうんですよ。それはね、ダメな考え方だと思いますね。とてもダメな考え方だと思いますね。まあ結局それは差別するということなんですけど、それは中国人を差別するとか、そういうことだけではなくて、その分けて考えるということは全部差別なんですよ。だから弱い人間を
こいつは弱いから軽い扱いでいい、あの程度のやつはみたいな、それを考えがものすごくもうとてもとても悪い人間、悪い人間というか悪い考え方ですね。よく日本でもその不良たちはよくそういう考え方をやりますね。だから弱い人をこうなんていうか、まあバカにしたり軽く扱ったり、なんか存在な態度を取ったりね、そういうふうにしますよね。それはもうとてもダメな、あの本当に人間の最悪の人間だと思いますね、その状態っていうのはね。それをね、あの世界中の人たちは自分たちで気づいて、人間はみんな平等だということをね、あのきちんと自覚して行動するべきだと思いますね。これはあの本当に地球上の全ての人間に言えることで、とても重要なところだと思いますよ。で、発展途上国に行くとますますそれが強いわけですよ。だからみんな強くならなきゃいけないから、強くならないと盗まれたりなんか襲われたりなんか殺されたりするわけですよ。だからそういう社会だからこそ、もう強くならなきゃいけないもんだから、そう小さい時からこの戦いで強くなろう強くなろうとするもんだから、またそう、その強い方がなんか優れているみたいなね、そういうことになっていきますよね。だからまあね、だからね、平和な社会を作っていくことで人間たちもどんどんまたね、精神的にも成熟していくと思いますけどね。だからそういうなんか強くなくても平和で生きていける社会を作らなければならないと思ってますね。そうすれば別に強くなろう強くなろうなんてしないわけですからね。これね、なんかガラスのその屋根のところをね、酔っ払いがね、時々に走ってるとか言ってたんですよ。あのガラスの透明のガラスの上を酔っ払って若いやつらが登って走ってるって言ってましたね。どうですか、アデレードのシティセンターは。まあ、うん、まあまあっていうか、まあ結構大きな都市ですよね。まあ日本と比べるとね、そんなに大きな、あの大都市には全然もちろん感じないんですけど、まあ世界的に見るとまあ大きな、まあ、都市かなっていう感じですね。小さな田舎町とは全然違いますね。まあ一つの都市であるっていう感じですよね。コロナウイルスが収束してから初めてオーストラリアに来ました。それがまあアデレードでしたけども、なんかね、毎日雨降ってるんですよ。で、オーストラリアってもうカンカン照りで全然雨降らないというイメージがあったんですけども、いつも毎年僕はキャンベラに行ってました。で、とにかくまあ12月にね、クリスマスサマークリスマスドッグショーに行ってましたけども、だけどもうね、全然雨が降らなくて、カンカン照りで暑くて、もう日焼けして、もう皮がボロボロむけて、もう大変だったんですよ、毎年。で、一切雨が降らないんですよ。だから、オーストラリアも全然雨降らないなと言って、その時もオーストラリア人とも話して、オーストラリアは全然雨降らないって言ってたんですけど、まあ、アデレードは、あのね、冬はすごい雨が降るそうですよ。アデレードはですよ、オーストラリア全体ではありませんよ。オーストラリアの中心部なんて、もうほとんど砂漠地帯ですから、ほとんど雨なんて降らないんですけど。まあ、アデレードは海に近いということと、あと何ですか、冬はね、夏はまたアデレードでも降らないそうですけど、冬は雨がね、じゃんじゃん降るそうです。あ、音楽やってる、そういえば。Donkey. Many stuffs. So many. Yes, many. The song is really good. Yeah. まあ、どこの国もそうですけど、路上でパフォーマンスしてる人たちが必ずいますね、週末はね。なんかドンキホーテか、あんじゃないですか、なんかスーパーみたいなところ、なんか安売りスーパーみたいなところ、何でも売ってるとこ、あそこがすごい好きだって今言ってましたね。まあわかるみたいなね。まあ若い人は好きでしょうね、あれとこがね。さて、そろそろ帰りますよ。なんか駐車場の方に歩いて行ってますよね。どうですか、なんかこういう場所もなんかやっぱ違いますかね。その日本とは違いますか、こういう場所。なんかに、こういうところはもうなんかほとんど同じなんじゃないかな。なんか街中ってあんまり変わらないですよね。いや、でもね、わかんないな。その、海外に行き始めた頃はこういう路地裏みたいなところ歩いても全然違うなと思って歩いてましたもんね。だから、ちょっと違うように見えるかもしれませんが、なんかもうね、まあいつも言ってますが、どこの国に行っても全部同じにしか見えないんですよ。だから、なんかもう日本もオーストラリアもどこもヨーロッパも全部同じに見えるので、特にこういうほら、
あの近代的な新しいビルとかそういうところはもうほとんど同じじゃないですか、どこの国に行っても。だから分かんないんですよね、全然。そのほら日本でもなんか昔からの日本家屋とかね、あるいはなんていうの、普通のなんか住宅地の住宅ってちょっと違うじゃないですか。他の国とは、ヨーロッパの国の住宅の建物とはやっぱ違いますよ。で日本家屋はまた全然違うっていうのと同じように、だから海外に行ってもその旧市街みたいなね、その古い建物っていうのはもう全然違うんで、は違うなっていう感じがするんですけど、その違う古いヨーロッパの建物違うなっていう、その違う古い建物ももう見慣れてしまって、なんかいつもの古いヨーロッパの建物だなみたいな感じなんですよね。日本とはもちろん違いますよ、それは。だけどもう見慣れた風景なんですよね。駐車場どうですか。これはだからそのアデレードの中心部の駐車場なんですけども、まあ同じですよねで左側通行だし、オーストラリアはまあ英語で、全てが英語で書いてある。これはまあ当然ですね、英語の国なんだから全部英語で書いてありますけども、どうですか、こんな感じ。ほとんど同じですよね、この作りとかもね、日本とあんまり変わらないみたいなね。明日は土曜日ですけど、明日ビーチに行きますよ。アデレードはもうだから海の近くだから、でオーストラリアだからもう全部周囲はもうものすごいロングビーチがずーっと海の周囲つながってますからね。だからもう日本とは全くスケールの違う長いビーチがありますよ。だからちょっと行ってきますね。この人たちほら、あの柴犬が好きだから、でこの車はこの奥さんの方の彼女の方の車だから、もうほらなんかぬいぐるみとかなんかいっぱい、もうとにかく車の中も柴犬だらけなんですよまあ女の子の車だなみたいな感じでしたね、本当にドン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 キードンキーホーテでしたっけ。もうもちろん僕も行ったことありますよ、ドンキホーテ。だからあのその曲をなんか歌ってました、さっきこの人、この女の子の方、ほら見せてください、交差点の道を塞ぐようにしてパトカーが止まってますよ。こんなことありますから、ね、パトカーなのかな、いや警察だからパトカーですよね、なんか警察車両ですね、パトカーじゃないけど警察車両、まあ仕方なくちょっと避けてこう行ったんですけど、なんかもう酔っ払いの黒人がなんかしゃがみ込んでましたねまあどこの国も同じですね、結局ホームレスが山ほどいて、まあ若いやつらがハメを外してドラッグをやってアルコールを飲んでっていう感じですね。まあ同じですね、どこの国も同じですね。まあ日本は、まあ日本でもひどいか、だけどまあね、そのほら欧米の場合はそのなんかドラッグがね結構なんていうかほら手軽に手に入るから、だからたくさんの人がやってるから、やっぱちょっとね、うん、ハメの外し方がちょっとひどいですよね。だからね、ちょっとめちゃくちゃなことをする人たちがいっぱいいますよね。で結局その自分が何やってんのかもわからないような状態になってしまうと、そのほらもうね、人に危害を加えたり、あの建物に侵入したりしたって覚えてないような状態になるから、だからそういうほらもう正体不明でもうなんかわかんないような、自分が誰なのかわかんないし、自分が何をやってるのかもう覚えてないような状態の人がいっぱいいるから、やっぱり危険だからということで、もうなんか鍵を3つも4つもつけたりとか、あるいはもう鉄格子をはめたりとかってなってくるわけですよね。だからそこはちょっとね、なんかやっぱ問題だと思いますけどね。ただね、その欧米の場合はそのほら個人の自由をこの尊重するから、だからみんな自由であるべきだって思ってるわけですよ。そうするとあのドラッグをやることも自由なんですよ。一応法律で禁止されてるし、もちろん警察官の目の前でコカイン吸ったらもう絶対ダメなんですけど、それは逮捕されるんですけど、でも基本的にね、ドラッグはね、あんまりもう捕まえないんですよ。で、捕まえない方向で行ってるんですよ。それは、だからね、捕まえないで何するかというと、治療するんですよ。そのドラッグを必要ないような状態に、そのドラッグに依存しないような、その人間にそのカウンセリングを受けたりとか、そういうセラピーみたいなものであったりとかね、あるいは薬によってそれをあのやめさせようとしたりとか、そういうふうにね、あの逮捕して自由を拘束するんではなくて、その治療する方向でもう考えてますよね。だからあの結局もう無数にいるんですよドラッグやってる人が。
だからそれはちょっとね怖いですね。特に女性の場合はちょっとね危ないから、もうどんなに強い女性であっても、もうひょろひょろのなんか男にでも、どうせそれね、もう肉体的の肉体の構造的にどうしても負けてしまうから、女性の場合はもう本当にね、それはねもうかわいそうだなと思いますね、女性の場合はね。だからそれ危険だから、ちょっと夜とかはね、本当海外に行ったら、欧米に行ったらですよ、ちょっと危ないから外にあんま出ないようにするべきだと思いますね。よし、じゃあもう帰ろうかな、っていうかもう帰ってますが、明日ビーチに行きます。それでは皆さん失礼します。まあまだあと2週間ぐらいいますよ、アデレードに。それでは皆さん失礼します。